萩市内にある橋本橋、橋本川を渡る。国道262号は山口県萩市から豊富市に至る一般国道である。かつての街道である萩王館におおむね沿って山陰と山陽を結ぶ道路、維新街道という通称がある。萩市から山口市にかけては阿武川沿いから山間部を抜けるため、カーブとトンネルが多いが全区間に車線で、 整備されており、通行困難な区間はない。萩市街地と萩市明木の間の阿武川沿いの区間は、蛇行する国道を短絡する萩道路が開通している。萩市、佐々波から山口市にかけては、萩王館から離れて、山口市東部を迂回するルートとなっている。この区間は、山口県道62号、山口明線が、萩王館に沿って、 山口市の中心市街地へ向かっているが、峠越え区間を中心に未改良区間が多く、残ってより走りにくい。山口市では国道9号と重複した後、山口市と豊富市の間をほぼ直線に結んでいる。この区間は4車線で整備されており、両市をつなぐ重要幹線道路となっている。土砂崩れによる規制の様子国道262号バイパスとして、 整備された区間の見知るス。2004年に一郎がメジャーリーグ年間最多安打記録を更新して年間262安打を達成したことから安打数と国道番号が同じであることにちなんで一郎ロードという愛称をつけようとする運動を島田明山口県議会議長が中心となって起こし山口県が商標登録をしようとした。しかし特許庁は 商標法上は問題ないが社会通念上本人の了解を得る必要があるのではないかとし、一郎選手は262という数字は途中経過との認識が強いために商標登録を断念した。ありがとうございます。